はいどうも、このミるです。えー、セブンハーフのベイトの情報出てきましたね。<laughs> あのー、22日金曜日の、えー、0時に、えー、なんだダイワのね、YouTube チャンネルが動画をパーンと更新したんやけどさ。えー、っと、確かね、ソルティガの IC と、ニューカルディアと、えー、セルテートソルトウォーターと、ルビアセアリティやったっけな。この4つのリールと、えーっと、んやったっけ ルアーマチックじゃなくって、なんか、ジグキャスターか。ジグキャスターの新しいやつと、あと、えー、ダーシャか。うん、ダーシャベイトの動画を一気にアップしたんやけど、多分 <laughs> あの、で、台はよくあるんだけどさ、これ。なんかね、あの、先駆けて情報パーンと公開して、突然、非掲載にしたりとかさ。うん。<laughs> まあ、多分サイトの兼ね合いかな。どうなんだろう。 サイトの更新の兼ね合いかな。まだサイトが更新されてなくてですね。えー、その台ワのあれに、あの、門に関して、リールに関しては、えー、このね、ページが消えとるんですよ。えー、っとね、セルテートの HD と、あと、フリームス、エクセラー、カルディア、えー、っと、旧クレスト。うん。とか、あれ系がなくなっとるんですよ。うん。<laughs> いや、いいっすね。 まあ、エクセラーに関しては、前の動画で死ぬ死ぬって言っとったから、あの、えれ動画だったっけライブやったっけライブとかでもしょっちゅう言っとるけど、エクセラーは死ぬって言っとくから、まあまあまあ、あの、やっとなんか、ね、あの、整理されて見やすくなったなっていう。<laughs> うん。まあまあ、セオリーも、セオリーはどうなんだろうね。フリームスかあ。フリームスとセオリーはどうなんだろうね。カルディアは新しくなるけど、いや、ついに台和が、 ねカルディア1個あればフリームスも、まあ、エクセラーはどうでもいいけどフリームスもあのー、なんだろうなくすというかね、あのー、やっぱだいぶ品数多いじゃないですかうんね品数が多すぎてもう分かりにくいって感じだったんやけどついになくなるんじゃないかなっていう、うん、<laughs> その LT コンセプトで、えー、真ん中の真ん中のイグジスト、うん、両方兼ね備えたハイエンドのイグジスト カル,サにカルサの特化させたルービアス合成を特化させたセルテートっていうあのー、2つの一応ねコンセプトがあるわけだから、まあ、ルービアスはこっちバリースティックはこっちみたいなレグザこっちフリームスこっちレガリスこっちみたいな感じでいろいろ多分分け取ると思うんだよねうん、まあ、これからモノ国化も、えー、どんどん進んでいくわけだし うん、それこそうん、レブロス・レガリスに関しても、素材のグレードが落ちるけど、モノコック化になるんじゃないかなとは思うけどね、まあ、予算の都合でどうなるかは、まだちょっと未定だけど、ああ、そうそうそう、セブン,セブンハーフの話だったね。<laughs> うん。まあぶっちゃけベイトが出ようが、あの一応ね、あのオフショア用、うん、ブラックバスもできるし、あとオフショアにもできるしっていう。うん なんかそういう感じで、なんかね、密ーがね、えー、っとね、ソルティガの IC で、クエみたいなやつ,つ、スジアラん何っけ、なん,なんかが、うん、根魚釣っとったりとか、あとブラックバスを、あのー、セブンハーフでやっとったりとか、そやね、ダーシャ、ダーシャ、スピニングはダーシャなわけだから、まあダーシャなんだけど、ベーシャでいいんじゃないベーシャで、ベーャで。<laughs> うん、ベーシャで。 とはいえ、ねえ、名付けたはいいものの、正直、何、うん、て言うんだろう。うん。もうなんか面白くなくなったから <laughs>。正直ちょっと面白くなくなったから、うちでは動画管理することは、あんまりないかな。うん、もう、もうこすられすぎてさ、このネタがね。<laughs> うん。 他のほらいね、セブンハーフの時はさ、俺しか動画作ってないみたいなね。あとはもう、台湾のお抱えのね、テスターだったりとか、ね、なんかメディアだったりとか、ね、お抱えのところだけで、なんかうちわでも盛り上がっとった感じで、YouTuber すら動画にいせんかったからね。うん。えー、俺がネタでいじっただけやんみたいな。<laughs> これでベイトがさ、動画化されたらさ、あ、配ったんだなっていう。 まあ誰がやっとくかっていうのもあるけど、うん、これでもしも,もう、あのー、なんだろう。でもね、あの、ブラックバス、ブラックバスの用途でもあるから、ベイトって。だから、あのー、バス、台湾のバス系の人たちにガンガン配って、あのー、これはいいですねー、とか言って、わけのわからんね、あのー、まあ誰かは言わんけど、うん。<laughs> まああなたのね、思いつく方が、 正解だと思います。はい。そんな感じで。まあ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 、うちではそんなに扱わんかな。うん。台話もうちに配ればいいんだよ。<laughs> ねえ、台話の人もうちに配れやいいのに。うん。ねえ、ちゃんとね、あのパソコン画面でうちのチャンネル見たら連絡先のね、メールアドレスも貼ってあるわけですよ。うん。台話、うちに配れば、 もっとね、他のユーチューバーみたいにウェーって褒め、褒めることはね、うちはせんから。だったらもうちゃんとした性能一本勝負みたいな感じでね、うちに渡してくれりゃよかったにな。<笑><笑>ま,あま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 あ、いいでしょう。はい。そんな感じで。うん。なんか面白いことがあったら、ネタにします。もう、こすられ続けたネタやから、うん。面白くなかったら、動画化しません。 何か面白い話題があったらコメント欄でもツイッターでもライブ配信中でも何でもいいんであの提供していただければなんか俺の職種が動けばあの動画化すると思うんではいまあ完全に足り気です、はい、正直興味がもう <laughs> 薄れた <laughs> はい <laughs> 以上コマミネでした